ジョージパルはハンガリー生まれのアニメーターで映画プロデューサー。後にアメリカ合衆国に移住。特に SF 映画の分野で大きな業績を残した。1908年にハンガリーのツェグレードで生まれた。父はジョージパル SR、母はマリア。1928年にブダペスト芸術アカデミーを卒業。 その後1928年から1931年までブダペストのフンニアフィルムスタジオで映画制作に従事。1931年に中華グランジャンと結婚。1931年から1933年にかけてベルリンに活動拠点を移し、そこでトリックフィルムスタジオを設立、ウファスタジオを主要な取引先とする。この間、後に、 アメリカ合衆国ではパペトーンと呼ばれることになるパルドールを開発し特許を取得する。1933年にはプラハを活動拠点とした。1934年にはパリのホテルで広告映画を制作し、それに目をつけたフィリップス社から短編広告映画の発注を受けた。オランダ南部のアイント方編で撮影されたこの作品の中でパルドールが使われた。 その後1939年までに英国のホーリックス・モルテッド・ミルク社のために5本の作品を制作。ナチスを嫌ったことから1940年にはヨーロッパを離れてアメリカ合衆国に移住しパラマウント映画のために働き始める。友人だった漫画家でアニメーターのウォルター・ランツがジョージ・パルのアメリカ合衆国国籍取得を助けたという。 1940年代にはアニメーターとしてパペトーンを使ったシリーズを制作。1944年にはパペトーンの考案と開発に対してアカデミー賞特別賞を贈られている。1950年にアニメーションからスイッチして実写によるコメディ作品偉大なルパートの制作を始める。ジョージ・パルは歴史的な SF 映画群の制作者として 映画史に名を残しているが、それらの作品は1950年代から1960年代にかけて制作された。うち4本は監督バイロン・ハスキンとの共同作業であった。パペトーンズ会のアニメーターという経歴は、この時期の彼の制作作品に強い影響を与えている。1980年、ジョージ・パルはカリフォルニアのビバリーヒルズで心臓発作のために死去。 ホリークロス墓地に埋葬された。死去時、彼は、ベルグの航海という作品に取り組んでいたが、この作品は、未完成に終わった。彼の名前は、ハリウッドウォークオブフェームに刻まれている。また、映画芸術科学アカデミーは、彼の功績を記憶に留めるために、ジョージ・パル・コーザ映画の中のファンタジーを設立した。未発表作品、未完成作品、計画のみに終わった作品、 ありがとうございます。